アイオリスのイチスミルナのアゴラの眺めアイオリス、またはアイオリアは小アジア地方の北北西に位置する地方でアイオリス人の古代ギリシア都市国家軍があった。大部分は海岸沿いで沖にはレスボス島などの島々もあった。北をミウシア、南をオ,オニア、東をリディアとそれぞれ国境を接していた。アイオリスは小アジア西海岸に位置する古代の地方で ヘレスポントス海峡の玄関口から南のヘルムス川にかけてエーゲ海沿いに広がっていた。地名は紀元前千年以前にキリシアから移民してきたアイオリス人に由来する。しかし、アイオリスは地理的な地方というより、むしろ民族学的、言語学的方領でミュシアの一部とみなされることも多い。ヘロドトス、歴史によると紀元前8世紀の時点で、 マイオリス人の12の都市国家があり、都市連合を結成していた。各都市は次の通りである。この中で最も有名な都市は、スミルナだが、紀元前699年、スミルナはイオニア同盟に加盟した。残った、諸都市は、リディアをクロイソスに征服された。その後も、ペルシア、マケドニア王国、セレウコス朝ペルガモンに支配された。 紀元前133年、ペルガモン王はタロス三世はアイオリスをローマに移動し、そのすぐ後、ローマのアシア族州の一部となった。ローマ帝国が分裂した時には、アイオリスは東ローマ帝国のものとなり、その後、1400年代初期にオスマン帝国に占領された。ホメーロスのオデュッセイアの中で、オデュッセウスはキュクロープスの国を脱出した後、風の神、 アイオロスの島につき、西風、ゼピロスの詰まった袋を渡される。ありがとうございます。